烏丸千歳です。あんた演技はゴミだけどキャラは面白いのね。ゴミ。イベントして歌って踊ってトークして陰口叩かれて焼肉食べて声優と名乗ろうな。時代はそういうインスタントなアイドルを求めてるんだから。よっ、次世代声優。どうやったら売れんの？少女編号就在晋阳卡通台。